この人道入り口すっごい覗いてみたかったの。海底トンネルを歩いて渡れるという珍しい関門トンネル。残念ながら今回私は歩いて渡ってはいないのですけども、下まで降りてちょっと雰囲気を見てみたいなと思います。自転車20円。ワクワク。下まで行きますよ。ラッキーなことにお一人様で乗れました。関門海峡を渡る4つのルートを時系列で並べてみました。この国道トンネル人道は昭和33年にできたんですね。だいぶ古いな。鉄道の方のトンネルは戦時中に開通してたのかな、戦後かな、まあ、とりあえず戦時中には作ってたんですね。よく破壊されなかったな。やっぱり海の中だから大丈夫だったんですね。うわー、来ちゃいました来ちゃいました。人道トンネル、あ、国道2号なんですね。いやー、来ちゃいましたね。歴史のある人道トンネル、おりゃ、おー、門司港の文字が書いてあります。ダジャレになっちゃいました。あー、長いですね。ちょっと歩いて渡りたいな。ちょっとね、時間がねかかりそうだったんで、往復すると諦めましたけど、国内で初の人道海底トンネルの関門トンネル、よく作ったな。トンネルの全長は約 3.5 キロ。あ、断面図見ると車道が上を走ってますね。この上を車道が走ってるようです。日本人の土木技術は欧米人に負けてないですね。さあ、人道トンネルは歩けなかったんですけど、車道の方でトンネルをくぐってみたいと思います。あ、人道トンネルをくぐった後はこのところで記念撮影なんですね。踏破しましたってやりたかったな。それでは地上へ戻りたいと思います。800年以上前に日本各地で戦があった源平合戦、最後はここの壇の浦で平家が滅亡してしまうというお話です。800年前の話ってどうなんだろうね。どこまで、本当の内容なのかっていうのがなかなか難しいところだと思うんですけど、あ、ちょっとすいませんね、こう白飛びしちゃってますけど、この関門海峡でいろいろあったんだね。源平合戦の紙芝居をやっておりました。そこにこれ長州砲かな、大砲が飾ってありました。長州がメリケンの船に攻撃したってよなんてセリフも ありましたけど、僕は歴史に疎いんですけど、こうやって見て回ると面白いですね。よし、関門トンネルくぐっちゃうよ。ドキドキ。お昼回ってます。この青いラインのところをずっと走っていけば関門トンネルの入り口に行きます。初めてなんで本当にドキドキワクワクです。関門海峡を渡る4つのルート、先ほど紹介しましたが、ここ関門トンネルの自動車道はその最後にできたトンネル、昭和50年に開通したトンネルですね。そこをくぐってみたいと思いますよ。ワクワク。ちょっとモノマネしました。今のワクワクはわかるかな。関門トンネル料金所付近に来ました。お盆休みとあってかやっぱり渋滞しておりました。ただこのゲートくぐった後は、料金所通過した後はもうスイスイ流れます。軽自動車110円、普通車160円、50円安いか、ありがたい。あ、でもここ原付と自転車が通れるんですね。歩行者はさすがに通れないのかな、まあ、車道ですものね。さあ、初めてではなかった関門トンネル、まあこの車道のトンネルは初めてですよ、もちろん。
車で通るのは初めてです。さあ、ドキドキワクワク。あ、片側一車線になるんですね。おお、あ、下関はフグが有名です。お土産に買って帰りましょう。トンネルとか橋でつながってるっていうのがすごい嬉しいっていうか、ありがたいっていうか、もうなんつうんでしょうね、時間を気にせず行けるんで、九州に。それがありがたいですね。北海道の場合はさすがにね、もうフェリーになっちゃうんですよね。まあ、鉄道はトンネルは青函トンネルできてますけど、まあ、車もなんかできてほしいけどな。まあ、そうするとフェリー会社が嫌がるでしょうけどもね。さすがにね。まあ、フェリーも楽しいんですよ。あそこね、津軽海峡を渡るのね。フェリーの旅もすごい楽しいんですけど、やっぱり繁忙期はフェリーすぐ予約いっぱいになっちゃうんで、こうして時間を気にせずね、予約とか気にせずすって渡っていけるのはありがたいな。さあ、そんなことを話していたら、関門トンネルはそろそろ終了になります。外の光が見えてきた。九州上陸したど。うわー、着いた。九州に上陸しました。まあ、トンネルだからずっと、あれ、どっから上陸なんだろうな。さあ、まあ、とりあえず、九州に着きました。さあ、どこ行こうかしら。それでは駅舎の中に入っていきましょう。本当にね、この時も暑くて歩いてんのがしんどいんですよ。まったくね、どうなっちゃってんでしょうね、この夏の暑さは。ああ、それにしても綺麗だな。デザインがおしゃれですよね。なんか古いんですけど、古さを感じないというか。おお、ここがエントランス。正面に見えるのが昔の切符売り場のようですね。これもまた今見るとおしゃれだな。そう、この風景も見たかったんですよ。門司港のプラットフォーム。あー、大正ロマンだな。門司港はバナナのたたき売りの発祥の地なんですけども、九州は台湾に近いんでね、日本で初めて台湾からバナナを輸入したという場所でもあります。輸送中にバナナがね、傷み出してきちゃうんで、早めに売ろうって言うんで叩き売りが始まったそうなんですけど、はい、このバナナの人形も有名ですね。これね、ちょっと見たかったです。これ誰なんだろう、誰がモデルなんだろうな。アルフィーのあの人じゃないもんな。あ、今調べたら地元の方らしいですね、門司港の。で、この黒いのは腐ったバナナ らしいんですよ。ちょい悪バナナっていう設定らしいですけど。
あれ？これモグタン？あ、違う、ジーモだ。あー、びっくりした。パッと見モグタンに見えたんで、モーグタンのあのモグタンですね。ジーモくんでした。門司港のジーモくん。門司港 B 級グルメで有名な焼きカレーなんですけど、どこのお店も満員ですごい混んでたんで、ちょっと入れなかったですね。とりあえず門司港からちょっと離れたところのラーメン屋さんでお昼にしました。はい、今回の動画はこの辺にしておきます。関門トンネル、よかったな。そして大正ロマンの門司港駅、いいですね。大正時代っていいですよね。はい、それではまた次回の動画で。